両性の場面、デュッセルドルフの生新女飛行教会にて、中央にあるイコンは生新女飛行祭のもの。両性の場面、デュッセルドルフの生新女飛教会にて、司祭広報からつまみ影したもの両生徒は、聖教会において、ハリストスの御子とカラダ、御子と地に、性変化したパント部同士を両職すること。日本ハリストス聖教会の用語、カトリック教会の生体配慮、性交会。 プロテスタントの倍産に相当する聖教会では、相互間で承認を受けた聖教会の信徒以外に了承することを認めていない。多くは聖体礼儀において行われるが、病床にある病人が被災から事からだ、見事地を受けるなどの場合もある。多くのスラブ系の聖教会では、聖体礼儀で了承する場合、寮生前にいた会期密を受けることを信徒に義務付けている。 一方、ギリシャ系の聖教会では、こうした習慣はなく、いた回密を毎回受けることなしに、両清が行われている。聖体礼儀においては、聖尺の中に、御子と地となった、葡萄酒が入れられ、これに、御子体となったパンが入れられる。信者は、この聖尺より、司祭が、聖砂地と呼ばれるスプーンで救った御子体、御子と地を受ける。御子体だ,だけや、 御子土地だけといった片方だけを了承することは通常ではない。ただし、病人が固形物を塩化できない場合などには、御子土地だけの量清用紙が行われることもある。また、病床にある病人のもとにご生体を運ぶ際には、あらかじめ性変化されて教会に保存されている生体を用いる。これは、性変化したパンに、性変化したブドウ酒を染み込ませたものである。性教会では、 みことからだとなるパンには、発酵パンが用いられる、無発酵パンを用いる、西方協会とは異なる特色である。両聖とは別に、生体礼儀の最後に行われる十字架接吻の後には、アンティドルと呼ばれる祝福された持餅が振る舞われる。これは、洗礼を受けていない啓蒙者や正教会以外の多宗派の信者であっても、 お祈りに参加した者すべてが祝福して招待され、いただくことができる。古ニオンも参照、公正教会と、オツ正教会が完全相互両性関係にあるという場合、お互いの信徒が、お互いの教会で、了承することを認めている状態を指す。これは、公正教会と、オツ正教会が、お互いに、正教会における、教会法上の合法性と教会の伝統を、 一定程度認知し、一定程度の関係と交流を維持していることを表す。原則として、他教会信者が、正教会で了承することは許されない。正教会全体の方針としては、教義の違いをそのままにして、相互量をひじりすることを好まず、教義の一致に基づくフルコミニオンのみを認める。このため、各正教会の信者のみが、他の正教会で了承することができる。 このため相互両性関係は端的に当該教会型性教会から性教会と認められていることを示す。東方諸教会との対話の進展を反映して1990年代以降、中東地域及び欧米の一部などにおいては東方諸教会信者の了承を許すことがある。一方、聖例論をことにする西法教会の信者が性教会で了承することは ほぼ不可能である。必ずしも全てを唱えることが、良性にあたって必須とされているわけではないが、よく良性に備えるための祈祷文が、正教会に伝えられている。その祈祷文の全てに作者名が付されているわけではないが、いくつかの祈祷文には、以下の聖人が作者として伝えられている。ありがとうございます。